中源寺は、京都市東山区にある浄土宗の寺院。三号は、呪福山。本尊は、地蔵菩薩で、滅失地蔵とも称されて眼病に霊言があるとして、信仰されている。また、観音堂の千寿観音は、落葉三十三所観音霊場第十六番、札所である。言い伝えによれば、この寺は、平安時代中期に、仏師上長が、 聖徳太子作の地蔵菩薩像をお体内に収めた、上六の地蔵菩薩像を制作し、自ら解散となって開かれたとも伝えられる。当初は、四条大橋の東北にあったとされるが、その後水尾している。鎌倉時代の安定2年に、鴨川が大雨で洪水となった。西坊王鴨川市の中原ため金が河原にあった。この地蔵菩薩像に富めを祈ったところ雨が止んで、 洪水も収まったことから、この地蔵は、雨闇地蔵と呼ばれるようになり、霊源新たかとされた。そして、朝廷から中原の名字をもじって、中源寺という地号が明かしされたという。本尊の地蔵菩薩は当初、雨闇地蔵と呼ばれていたが、次第に雨闇地蔵と呼ばれるようになり、参拝すると目の病が治るとされ、成況した。 天正13年に現在地へ寺本が移されている。京都府京都市東山区市場通り、大和王子東、イルギオン町南側585-1。ありがとうございます。